まあそうですね、やっぱ上手いっていうのは分かってたんで来た時に、まあ、ポジションも似たような感じだと思ってたんで、まあ、そこはライバルになるのかなっていうのはありましたね。まあ、僕はどちらかというと共存したいなというか、うん、そっちの楽しみの方が強かったですね。でもしょうもないです本当にどっちかボケでどっちか突っ込んでみたいなのを永遠繰り返してる感じ。お互いの共通点、まあ、モテるってところじゃないですかね。あ、確かに女性に優しい。あ、まあそれは冗談として冗談お互いの共通点って言われるとなんか出てこないな。いやでもあんま共通してないから面白いみたいなのがあって、ね、なんか自分にないもの持ってるんで、うん、なんかあんまり一緒だなっていうところはないですね。まあ、俺が言うとちょっと気持ち悪いんですけどめちゃくちゃ優しいんですよ。なんかこういうなりなのにすごく、まあ、思いやりあるんで義理がたいというかまあ友情を大事にするし、まあそれはサッカーにも生きてるし、仲間を助けるっていう面ではそういった部分がまず第一にきますね。あとはそうですね、まあ、本当にしょうもないんででもこう物事に対してのあそういう見方するんだっていう面白いようなとこに目をつけたりする部分っていうのは、うん、僕はいつも普段から感じている部分であります。明日焼肉行こうか。ありがとうございます何なんですかね、まあ、こいつもめちゃめちゃ優しいんですよ。優しいし、なんていうの、気使えるし、あの後輩思いっていうか、後輩からいじられても全然なんて全員のボケに突っ込むし、なんかそういうところではなんかやっぱ多分後輩からの慕われっていうのは多分すごいと思うんで、そういうところだったりっていうのはいいと思うんですねあとなんだろうな、まあやっぱ自分に持ってないものだいぶ持ってるんで、そうですね、なんかちょっと癖あるっていうか、そういうところがなんか俺からしたら惹かれるっていうか、なんか自分持ってていいなっていうのはありますね、だいぶ。っていうのはやっぱ僕も持ってるんで、多分ないものねだりだろうな。そうですね、いやあれでしょ、船舶免許でしょ。あ、船舶免許取りたいっすそうっす、なんか僕のおじいちゃんが友達たち船持ってて、で、あの釣りよくおじいちゃんに連れてってもらうんですけど、おじいちゃん自体も船舶免許持ってないんですよ。なんで、いつも誰かに持ってる人頼んでるんですけど、僕が取って、おじいちゃん死ぬまでに釣り連れてってあげたいなと思って、なんで最近はそうですね、そこ狙って免許取り行こうかなっていうのはありますね。なんかそれをチラッと言ってて、この間いやそれいいなと思ってでもやっぱなかなかシーズン中とかだといけないので、うん、そうですね、何日かかかるので、そういうのはシーズンオフにまとめてやっちゃいたいなみたいな。 それはあるな。なんか遊びの幅広がるかなと思いますなんか美味しい水とかありますよねなんかやっぱ味的に名前出すとあんまあれかもしれないですけど、僕エビアンがダメで。ダメ？ダメ。とか言うじゃないですか。なんかあの羽田空港着いて、なんか何か飲み物買おうってなったんですよ。こいつエビアン嫌いとか言いながら、なんかエビアン持ってるのがかっこいいとか言ってエビアン買ってるんですよこいつ。いやなんか、いや見たことないような、なんかコンパクトサイズのエビアンが売ってあったんですよ。で歩いててこれ持ってたらちょっとかっこいいかなと思って、その時はちょっと味関係なく。エビアン買いましたけど味的にはあんまり好きじゃないです、はい、俺好きだと思ってたんだけど。いや全然かっこいいからダッサ僕はケンシロウほど筋トレは実際やってなくて、まあ家でも別に特にトレーニングというトレーニングは特にはやってないんですけど、それで言うと頭のトレーニングとしてなんか本を読むようにはしてます。SDGs の本だったりとか
なんかそうですね、それこそ啓発本とかも読みますし、スポーツ選手の本も読みますし、まあ、ジャンルは問わないです。どういうこと考えてるのかとかがすごい伝わるっていうか、やってて意思疎通するんで、試合とかを一緒に出たらやっぱうわやりやすいなっていうのはめちゃくちゃ思いますね。やっぱ試合してると目合うんですよね、うん、はい、そうスパッて見た時になんかそう見てるなみたいな、顔上がった時にやっぱ目が合う選手と合わない選手っていう、そうですね、どこのチームに行ってもそうなんですけど、しょっちゅう目が合いますね、うん、やっぱだからあこいつが何したいのかなとかすごい分かりやすいんで、自分としては動きやすいっていうかっていうところで、めちゃめちゃサッカー感は合いますねやっぱり、うん、でもなんか同い年で仲良くやってますけど、例えば年齢が違ってても、うん、なんか仲良くやってるんじゃないかなと思いますけど、うんうん、それはありますね、うん、絶対同い年はいないですけど、一個下は佐藤直樹とか渡辺亮、安西達也、光太郎、徳永光太郎、浜浜匠海と武者ですね。あ武者違うから武者違う武者違ったポスター見ながらこいつ来る前まで同い年いなくて、一個下が7人結構多かったんですよ。なんでその一個下のご飯会っていうのがあるんですけど、同期でそこに僕参加しました僕たちも同期会やりますけどね。そうなんですよ、毎回ゲスト1人呼んで、そうす、別に全然2人でもいいんですけど、そうです、誰か後輩1人呼んで一緒にご飯連れて行ってあげるっていうので、うん、まあ井上幸喜と木島率が高い、あ確かに木島3回ぐらい、あと今来たね、今あとノア、あノアその辺ですかね、うん、でそこら辺からちょっとやっぱコロナが、そうですね、そうですまた流行ってきたんで、ちょっと今は控えてます、そうですね、最近行ってないですけど、またもうちょい落ち着いたらやりたいなと思ってるんですけどね。